moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。9月3日火曜日午後10時になりました。沖縄県宜野湾市にある FM 宜野湾から周波数 79.7MHz コールサイン JOZZ0CDFM から名古屋にあるダンサースタジオから旧名古屋。今日はですね、もう皆さんもねよくご存知だと思いますけども、スベリーナイト、今夜は沖縄大好きが主役だぜスペシャルでございます、ね、あの今日のですね、あの王子のお相手をしていただける、ね、沖縄大好きさんともね、またね、あの、すぐにね、あの電話がつながりますので、ね、よろしくお願いしたいと思います、今日はですね、本当にあのね、皆様 の、 あの期待しているような、あの素晴らしいね、あのトークができると思いますのでね、王子もね、楽しみにしておりますよ、うん、これってなかなかね、あの、うん、自分の紹介ってもあの今日メインですので、はい、あのしづらいですけど、はい、まあ、一応ね MC 紹介となっておりますので、はい、うん、今日も頑張っておしゃべりしたいと思います。スベリ王子マスクマンでございます。はい、はい、なんか先週からあんまり胃の調子が良くなくて、で昨日も健康診断で胃カメラも撮ったんですけど、いや、あの全然至って普通に、あの胃の状態そんなに問題があるような感じではないですよって言われたのに、胃の調子が悪いのはやっぱり今日なのかな、うん、今日のことなのかなって思ってる味噌煮込みスキーと、私ですね、このスベリーナイトですけど、あの半年に1回あるんですね、はい、で何でしょう、この半年に1回のこの回というのは、何だろう、自分自身の体を鍛えるためのものかなというふうに思ってるんですね。体なの？体、そして精神ですね。精神力？精神力を高めるものかなと。忍耐とかあれですか？あの何でしょうか、あの、うん、よくあるじゃないですか、あの辛いことをたまにはね入れないと体が怠けるっていうんでしょうか、うん、あの脳が活性化しないというんでしょうか、うん、まあ、そういったことも込めてやっているつもりでありますダンサーズでございます。そして今日のチャレンジャーの方です、どうぞ。はい、皆さんこんばん、名古屋聞こえますか？はい、聞こえます。名古屋、はい、こんばん名古屋、はい、こんばん名古屋ということで、はい、今日の、キウナゴヤ滑りナイト挑戦します。沖縄大好きです、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。なんか あのね、はいはい、あの王子の方がですね、うん、こうドキドキするというよりかですね、はい、あのこの沖縄大好きさんの、うん、このトークのね、うん、この流れに身を任せてですね、うん、ね、まだ後々ねお話しますけども、はい、もう最初のねこの番組にね入る、までのその、ね、意気込みが全然違うもんね。ね、沖縄大輔さんだとねもう王子の場合はもう行き当たりばったり、うん、もうステージに入ってもまったりしてコーヒー飲んでスタートみたいな感じでございますので、おだまり、ただね、あのスイッチがね入った瞬間にはもうね、もう王子に変身するというよりかですね、もうそれこそですね、血圧もマックス、はい、ね、血糖値もマックス、うん、血糖値もマックス、もうそうそう、もういろんな意味でね、こうアドレナリンがね湧き出ておりますので、いい、 あなたそれ政治病になっちゃうじゃないですか。あ、ねえ、本当そうだね、でもねそれぐらいの健康マックス、うん、そう、それぐらいのねあの気持ちでねお話してますので、ね、今日もですねいいお話がねできればなというふうに思っていますよ。はい、では滑りナイトの説明をします、はい、今夜は特別企画になります。基本的に滑り王子マスクマンと沖縄大好きさんと滑りクロストークする1時間です。危険または
耐えられない状況になった時だけ味噌煮込みスキーとダンサーズが入ります。今週のテーマはフリーです。滑り王子へのクレームクレームクレームをお願いいたします。メールアドレスはkiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナラジオからも放送しています。マイチューナラジオアプリまたはマイチューナラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談はリテールクリエイト社会保険労務士法人、相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス、個人スポンサーさんですグランレーナさん、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、アートワークウェブサイト FMJG、 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市長田、おやつと軽食の店夢や、太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ、ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド、貿易コンサルタント海外引っ越し取引代行は名古屋港区 JTA、 個人スポンサーさんです真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。安心確実迅速をモットーに創意工夫を凝らし、お客様の個々のニーズに応え心で届ける物流で皆様の暮らしをつなげていきます。どんな形状大きさの輸送もお任せください。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海協和まで。リテールクリエイト社会保険労務士法人は小売業コンビニエンスストアに特化した日本でも数少ない社会保険労務士事務所です。全国の小売業コンビニオーナーの皆さんが抱えるお困りごとに寄り添い問題解決いたします。人が集まらない、どうやって育てればいいんだろう、従業員の働きがいにつながるアイディアはないかなど、小さなことでもお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話 03-5357-1182 またはコンビニ社労士で検索。相続対策は万全ですか？税理士法人ベスタックスは財産カウンセリングにおいて相続に関するお悩みを問題解決し、最善のご提案をいたします。大切な家族と争わないために、事前の準備から相続の発生後まで信頼できる相談相手として全力でサポートいたします。相続、税金、手続きなど少しでも不安な皆様、ぜひ経験豊富なベスタックスにご相談ください。お問い合わせは電話 03-6421-2296またはベスタックス相続で検索。キウナ名古屋。はい、そう半年に1回 BGM がね、うん、変わるんですよね。オープニングから
まあそうですね。ね、うん、ね、滑りナイトのためのね、うん、セレクトした、ね、まったりした感じがあって、ま、っよくない？なんかね、気が抜ける BGM になってるんですけどね。こうなんかね、こうスカッとするようなね、スカッとはしないね、うん、でするような感じのね、テーマ曲だとまたね、王子の雰囲気も変わるんですけどね、うん、このまったり感がいいですよね。まったり感が滑りナイトっぽくてね、うんうんうん、ツイキャスコメントたくさんいただいてます。高坊さん、こんばんは。こんばんは。フリーダムラジオワッチさん、キウ名古屋の皆さん、こんばんは。今夜ついに王子と沖縄大好きさんによる滑り王座決定戦ですね。今から楽しみです。いやいやいや、滑り王座を争ってるわけではないですよ。あの沖縄大好きさんも滑る方王座を奪い合ってるわけではないですね。はい、うん、カップボーイさん、味噌煮込みスキーダンサーさん、ヒゲを剃っても、うん、ヤクミツルさん、皆さんこんばんは。うんうん、8月下旬からなんか台風が続々とできてるけど、はい、相変わらず沖縄を避けてるような気がする。ん、産後の発火現象がちょっとし、あ、産後ね、産後、うんうん、の、発火現象がちょっと心配ってことで、本当そうですよね、うんうん、ちょっとね、もう少し沖縄の、ね、海の海水をちょっと混ぜてあげないと、サンゴもね、やっぱり温度が高いと厳しいですよね。FMJG 新地さん、こんばんは。ということで、こんばんは。高坊さん、ヤンバルクイナがなぜ中央にということで、はい、ツイキャスでご覧の皆さん分かるんですけれども、はい、ね、ヤンバルクイナのぬいぐるみ、うん、なぜ真ん中にいるんでしょうね。ね、まあ、まあ、何でしょうか、ちょっとしたアクセントですね。アクセントですか。うん、はい、そういうことね。ヤンポーさんが、うん、ヤッホー、今日も滑ってるかい？滑ってないよ。さっきメール送ったばかりですけど、うん、ということで、またね、メールは後ほど紹介いたします。うんうん、高坊さん、王子と沖縄大好きさんに任せて、あとは離れましょうか。離れましょうか。あれ、離れちゃうって大丈夫なのかな。あれ、ラントさんが、ヤンバルクイナ、ヤンバルクイナくださいって。てます。ください。あれ、これちょっと上げられない。あ、残念ながら上げられません。はい、これ一応、これそうそう、うん、このヤンバルクイナね、あれですよ、国神の道の駅に売ってました。うん、まあ、他のところにもあるのかもしれないけど、うんうんうん、まあ、一目惚れしました。はい、ワッチさん、もしかして沖縄大好きさんの番組がまさかキウ名古屋のスポンサー？いやいや、そういうわけではないですよ。はい、ね、沖縄大好きさんもね、うん、土曜日に、土曜日でいいのかな、うん、深夜1時からね、うんうん、沖縄大好きさんの大好きを叫ぼうっていうね、うん、もうとっても大好きなことを話してとってもハッピーになるラジオ番組やってますのでね、うんうんうん、王子、はい、王子いつもでもね、聞けないのね、うん、でもね、寝てるでしょ。寝てるんですけど、ちょっとね、うん、こうアーカイブのね、アーカイブ聞いたんですか。はい、うん、でもね、沖縄大好きなすごいなと思ったのは、うん、こうね、番組始まる前に発声練習してるでしょ。あー、なるほどね。声の調子を良くするためにですね、はいはい、まあこれみんなね、歌手の方なんかもそうだと思うんだけど、うん、こうプロフェッショナルの方はね、こう喉のをこう調整するっていうの、うん、こう発声練習のね、のような形で声を出してね、準備万端にしてるっていうのがね、すごいなと思いまして、王子の場合なんかいつもね、その行き当たりばったりでいきますので、喉がいつもカサカサっていうね、カサカサであったりね、もう痰が絡んだりとかね、もういろんな方にございますよね。うん、埼玉の郷さんが、ダンサーズさん、みそさん、マスクちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そしてね、埼玉の郷さん、沖縄大好きさんの勝ちってもうね、勝手に決めてる。早い。さらにラントさん、もう戦わなくていいと思う。ね、もう結果が分かってる。ただ、王子がちょっと不思議だなと思うのは、はい、これは戦いなんでしょうか。いつも滑りナイトはね、いつもチャレンジャーの方とか、ね、うん、チャレンジャーって言ってますね、がいろんな方がね、はい、こう参戦していただくんですけども、うんうん、決して王子はですね、そういう戦いを望んでるわけじゃございませんよ。
でこうね、あの楽しくあのお話ができればというふうにね、うんうん、でもういつものね、王子の頭の中にはですね、もう居酒屋トーク、もうそれぐらいのね居酒屋で話してる感覚をそうそうそうそラジオに持ち込むと、そういうことでございますよ。そのまったり感がまたいいっていうね、まったりですか、うん、そんでその中で、まあ、王子がいろいろね、これもしかしたらですよ、自分ではそう思っていませんけども、はい、危険な発言を多々してるというふうにね、うんうん、あのよく言われますけども、はい、どこかと思いながらね、うんうん、まあ、それをね、ギリギリのところで皆さんね、こう聞いていただいて、うん、またこのオンエアに乗ってるっていうね、うん、これがまたねいいとこじゃないのかなと思うんですけど、特に滑りナイトの場合はですね、うん、相手の方とのこのね、いい話がね、うん、どん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 こうできてね、いろんな意味で、引き出しがいっぱいね、うん、使えるっていう風で、あんたね、沖縄大好きなのちゃんと振ってよ、それを。いやだから今じゃ今それをだから言うつもりでいるんですけども、長いよ、長いな、説明が長い、あ、長い、これこれね、沖縄大好きなのいつもね、のパターンでございますので、王子のね、まあ、大体よく分かっていると思いますけども、はい、うん、長い長い、まあ、長いよね、長い長いよね、うん、長いよねってなんだよ、うん、ということでございますので、今日のね、スペシャルゲストでございます沖縄大好きさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますもう十分ね、王子はね、オープニング喋りましたので、うん、はい、うん、どんどんいろんなことをね、ごめんなさい、まあね、ツイキャス途中だったんだけど、いい、どうぞ、うん、で、先ほどオープニングトークでまあ、いろいろメールのことを話したんですけれども、FMJ 慎一さんが、すべて王子へのクレームですねって笑ってた。確かにそうですね、クレーム、クレーム、クレームって言いましたね、私ね。はい、あと、ツインクルちゃん、うん、こんばんはということでね、はい、こんばんは、はい、こんばんは、はい、今日滑りナイトです、心して聞いてください。はい、で、埼玉の郷さんが、沖縄大好きさんの不戦勝ですって、もう戦わずして勝ってるだからこれ戦いじゃないんだって。で、トングーさん、見てるよって、ありがとうございます。はい、もうツイキャスもご覧になってくださってるということで、ありがとうございます。で、FMJ 自身さん、すげえ、ちょっと不安を煽るような BGM 笑って、あ、まったりじゃなくて、これ不安を煽ってるBGM、 まったりじゃなくてがっかりです、ね、がっかり、はい、で、岐阜の9人のバーバーさん、皆さんこんばんは、今日の番組面白そうですね、夕ご飯作りながら聞いてます、沖縄大好きさん応援してます、いいですね、ありがとうございます。今の一言っぽい感じがいいですね。はい、埼玉の郷さんが、ヤンバルクイナで王子を隠そうということで、ツイキャスでね、皆さん、この、うん、ちょうどヤンバルクイナのぬいぐるみがなかなかいいポジションにあるので、うん、ちょっと若干王子が隠れ気味になってます、うん、ということで、はい、では、はい、はい、どうぞ、どうぞ、あ、もう今から入ってくるのね、はい、どうぞ、どうぞ、あのね、まあ、さっきね、ちょっと、オープニングの話をしましたけども、やっぱり、あれ、この喉の調子をね、キープするために、うん、発声をしてるっていうことなんでしょう。それがちょっとね、教えていただきたいなと思って。ああ、うん、なるほどね。うん、いや、発声っていうか、多分アーカイブ見てる人たちは分かると思うんですけど、あれ、一応マイクテストも兼ねて の、 まあ、発声練習っていうか、一応ちゃんとマイクが自分の声入ってるかっていう確認でのテストなので、あくまで、まあ、発声練習に関しては、うん、まあ、でもそうですね、自分高校生の頃に舞台やってたのもあったので、まあ、多分ちょっとその時の癖っていうのも若干あったりはするんですけど、まあ、基本的にあれはあくまでマイクテストなので、別に発声っていう意識は特にはしてないですね、僕自身は。あ、そうなんだ。もう王者てっきりですね、はい、うん、で、いい声を保つためにですね、ね、沖縄大好きさんがもうね、はい、発声をしてるっていう、もうそれしかないのかなと思って、さすがね、もうラジオにかけるね、プロ意識が違うなと思いまして。いやいやいや、うん、もうそんな恐れ多いですって、そんな。もう王子はまた全然違うからね、違う意味でこうね、先ほど申し上げましたけども、いろんな体のね、はい、部位のところがね、上がってしまいますんで、うん、
これだ、だからいろいろあるじゃないですか。ね、ね、あのこれはもうね、血糖値って言ってたよね。そう、まあ、血糖値もだからね、血圧も全部上がっちゃうんだから、もうそういうところだって、ね、これもしかしたらですね、あの看護師さんが待機しておかないと、この滑り台とも乗り越えていけないっていうぐらいね、テンションが上がりますので。それはそれでまずいじゃないですか、本当に。でもね、これぐらいしとかないと、よくね、24時間の、こう番組ですね、タレントの方がですね、80時間かな、マラソンもね、やられましたけども、やっぱりそういう時にサポートについてる方、ね、ないし、看護師さんとかね、いろんな方がね、サポートについてるでしょ、もうあれと同じですよ、もう王子もね、この長丁場のね、あの滑り台とね、乗り越えるためにですね、ね、そういうね、サポートの方が必要かなっていうふうにね、もう最近思っちゃいましたんで。ね、ちゃんといろいろ測ってくれる方とかね、休憩の時にうどん出してくれる方とかいろいろそういうのが必要かな、ね、そういうのが必要かなと思って、ね、やっぱりですね、年齢にはなかなかね、勝てないですので、ね、そういうところもね、サポートしていただいて、ね、この、長い時間のですね、滑りナイトをね、乗り越えたいなと思いますんで、うん、まあ、いや、はぁって、何乗り越えたいって、いや、でもそ乗り越える、あ、だってさ、どんどんチャレンジャーの方がですね、もう強者ばかりでございますんで、やっぱりですね、もうそこら辺の心していかないと、ね、いつどこでね、倒れちゃうかもしれないです、ね、そういうところ、いや、ダメでしょ、倒れたらダメですって、倒れたらそれは全然大丈夫ですけどね、でもね、違う意味でね、本当にね、あれなんですよね、あまりにもテンションがね、マックスになっていくと、ね、喋りもね、どの方向に行ってるかわからなくなるっていう、そういう意味でのね、怖さを持ってますけども、まあ、気にせずにですね、皆さんね、まあ、沖縄大好きさんもそうですけども、まあ、いろんなことをね、はい、今日もね、お答えしたいと思いますので、どんどんね、何でも聞いて、はい、それ何いや、いやでもさ、何でも聞いててどういうこと、でもこれチャレンジャーの方はやっぱりさ、まあ、王子もね、いろんなことをね、沖縄大学さんに問いかけもしますけども、ね、やっぱりいろんなことがね、聞いてみたいんじゃないかなって、いつもね、おしゃべりしないようなことがね、王子ももしかしたらポロッと言っちゃうかもしれませんのでね、うん、待ってください、ポロッと言っちゃってどういうことですか、またちょっとアダルトなとこ行くってことないっすよね、さすがに。え、アダルト これはですね、基本路線でございますんで、うん、まあ、どこかかんかで必ずこうね、修正しながらそっちの方向へ持っていくっていうね、うん、だってね、沖縄大好きさんの、アニメとか漫画ってそちらの方もやっぱりあれですか、いろんな意味でこうよくご存知であったり勉強されてるとか、まあ、お好きなんでしょうかね。もともと好きっていうのもあるんですけど、うんうん、まあ、ちょっとその、いわゆるその、昭和世代のそのアニメ作品とかは、うん、まあ、テレビでなんか紹介されてたりとか、まあ、まあ、親の影響もあって、それで、ハマって見ることもあるんですけど、うんうんうん、まあ、でも、全部アニメ見れてるかって言われたら、ちょっとまあ、忙しかったりで、全部は見れてないんですけど、うんうんうん、はい、ので、それこそ、この間自分、埼玉スーパーアリーナに行って、アニサマっていうアニメのイベントに参加しまして、はい、そこで、まあ、自分が見てる作品とか、まだちゃんと終えてない作品とかのその主題歌もいろいろ見聞きしたんですけど、それでまあ、そこから情報を得たりとか、もう一回見直そうとかっていうその気持ちで、ちょっとハマったりすることもあるので、うん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 、結構そのアニメのライブとかに影響されてるところも実はあったりしますね。そうでしょうね。いろんなこの、そういうまあイベントなんかでですね、まあ、最近のものであったり、こう昔のものであったりとかっていうものがこう見れるっていうことですよね。とかこう、はい、なんていうんですかね。そうですね。ね、まあ、まあ、僕たちで言うとちょっとね、表現は悪いかもしれないですけど、こうなんていうのかな、このこうなんていうの、このちょっと違う意味でね、王子が言うと。また、ね、また違う意味でね、なんかね言われそうな気がしたの、
うん、あのこう実感するというかね、こう、まあ、肌が触れ合うっていう言い方は変ですけども、じゃあだからそれは握手するとかですよ、ね、ハグするとかさ、写真撮るとか、ね、決してだから王子はですね、あの違う方向にね、みんながね、あの持っていっちゃうから、そうじゃなくてもさ、そういうふうにね、あのみんなが感じるから、ですね、あの仮面ライダー、あれはね、ストロンガーご存知で、はいはい、ます、はい、あのストロングの時にあのタックルっていうあのお姉さんがいましたよね。はいはい、いましたね。ね、あの皆さんご存知かどうかわからないですけど、なんかね、王子ね、はい、あ、うん、あんな感じのね、あの変身ってされるとなんか違う意味で元気になっちゃうっていうね。それセクハラです。うん、そういうところがね、どうしてもそっちに持っていきたいっていうかね、そこが強調してあのお話ししたいなっていうね、うん、ところがあるんですけども、ただこれをあのこうやってまた皆様にですねお伝えすると、あの王子の考えてることがあの中学生みたいっていうのをね中二病でしょう。それを言われちゃうんだよね。でもあれはあれですごくちょっとね、あの興味がある、あのでまあ女性のまあ変身した姿っていうの、うん、いいじゃないですかね、このだいぶいい年になった王子でさえね、結構ね、違う意味でね、あのギラギラしちゃうっていう。お黙り。もう本当に王子、あの聞いてて思ったんですけど、王子の達成する方向ってバラバラに達成するんじゃなくて、ちゃんと一定方向に達成するのが面白いんですけど、ただもう、うん、ただもう高坊さんからもイエローカード早速出てますもん、今見たら。なんでそれ消え、それでイエローカードではなくして、こう王子のまああの思いというかな、うん、それをお伝えしてるんですけど、でもね、あのね、好きな方いらっしゃると思うよ。本当に。そう、なんか見てる視点が思春期真っ只から中学生なんて本当に。でもさ、それ大事なことだと思うからね。こう若かりし頃にね、こうね、戻るっていうかね、そういう気分っていうか気持ちっていうのかな。うん、それがね大事ですよ。本当に。あの埼玉の郷さんから、デイスキさん。電話越しに王子で名号差し入れって、うん。電話越しで名号差って難しいですよね。難しいですよ、だって。で、高坊さんが、VOR、ビデオオペレーションルームのダンサーズさんに音量を下げさせれば大丈夫ですねって。そして、切るんですそして、山中智文さん。沖縄大好きさんの滑りナイト、ワクワクドキドキヤンバルンバ、ヤンバルンバ、うん、あれなんかちょっといい感じ、ね、いい感じの、あのこれあのメッセージでございますね。さすがでございますね、うん、あ、そうそう、そしてね、滑りナイトで焼き鳥酒場トーク40分続けた税理士知ってますってうん、あ、ご本人じゃないですかこれ。山中さんですねこれ100%、うん、でもねこれはですね、あのまあ全ての方にね通じることなんでございますけども、ね、そういうねトークではないとね、あの長丁場はね、うん、これ乗り越えられないんですよ、お互いにですね本当に、うん、あのそれぐらいのこうリラックスした気持ちでですね、 お話をしていただかないと、まあどっかで酔いつぶれちゃうじゃないけどね、もうそんなね、お酒も飲んでないのにね酔っちゃうとかさ、そういうあれになりますよ本当に、うん、あの王子はですね、あのまあちょっとですね申し訳ないですけども、お酒飲んでないのに酔っ払ってるのっていうふうに、あのよく言われますけども、あの一切飲んでおりませんので、うん、このトークそう、これ今日飲んでないんですよね、うん、このトークでみんな酔いしれてるっていう感じなのトークに酔いしれてんだ、うん、何言ってるんですかちょっと。いやいや、これ王子また自分でもいい話、もうこの前半でねかなりしてるよね。ふざけるなー。あ、タックルってテントウムシがモチーフなんですね。そうです。あ、そうなんですね、はい、ヒルミリシさんから、はい、おー、あ、そして山中さんから、沖縄大好きさんイケボっていうお褒め、ありがとうございます。で、あのありがとうございます。トングさんがね、さすが王子様は感性がみずみずしいってでしょでしょ、本当に、うん、そうだよ。これね、あのいろんなね、あの、まあ、例えばですね、この戦隊ものであったとしてもですね、あの必ず、まあ、女性の方がね、あの変身される場合も多くてですって、
ね、でそれがまたね、あの、もう今で言うとね、結構あのアイドルのね、あの女性の方がやってるとかさ、まあ、あの逆にそのね、例えばそのその戦隊のヒーローの、もう男性の方っていうのがよくお母様方がさ、ファンになって好きになってみたいな、ね、ことも多いじゃないですかね。その方がまた、後々ちゃんとした名俳優っていうのかなになってる方もねたくさんいらっしゃいますけど、なんかあったよね、あの純烈、はいはい、ね、はい、あの純烈の方々みんなあれですもんね、うん、変身してたでしょ、はい、してましたね、うん、ね、だからもうあの顔ね、もう形でですね、もういずれはあんたスーパー銭湯のね、あのお母様方のアイドルになっちゃうっていうね、もうそれぐらいの、意気込みでですね、あの王子もですね、うん、この番組をですね盛り上げていきたいなと思ってるんですけども、あなたあれでしょ、戦隊ものって変態ものでしょ、なんだろう高尾さんが何戦隊ものの戦隊が洗う体になってるけどで大丈夫大丈夫になるくらいの際どい発言ですねそれほら王子が言うとこうなっちゃうわけよ。だから、ね、これはまたね、あの王子別にさ、ここから付け加えというわけではございませんけども、ヤンポーさんがもう王子のチブルすぐれって言うようなことばっかり言うからでまあね、これもしかして洗濯物とこのね、洗う体というのはこれね、自分で洗うんじゃなくして洗っていただくっていう、そういう意味のあれなのかなお引き取りくださいもう思ってたんですけど、王子見てる視点と言ってる視点がなんかどうも違うんすよね、なんか角度が、だから脱線したんじゃないですかここでああそういうことな、はまあこれはですね、まあ王子のね、感性と言っていただきたいと思いますけども、うん、ね、そこをね、捉えてですね、ただ皆様方がそこはなかなか気づかないとこ、うん、王子がちょっとねこう引き出してみようかなっていうね、皆様方に問いかけてみようかなと思うようなことなんですけどね、うん、沖縄大好きさんとそんな感じでは見てないのそこら辺もいい、そこら辺もね、殿方としたらね結構ねいい とこなんだけどな、もうこうそこをちょっと見るっていうのもねそういう引き込まないそういうことに。いや、やっぱり、ね、よくご存知の方にはですね、王子もね、こう教えていただきたいことがよくありますんで、ね、もうこういう感じ、ああいう感じみたいなね、まあ、ああいう感じ、うん、ああいう感じ、こういう感じっていうのをね、うん、うん、もうた見ててもあれですよ、ラジオで口が滑っても言えないですよ、これはさすがに。え、そう言えないことがあるの？あらまあ、またそういういろんなところでですね、いいネタをね、いらない人は持ってるっていうことはね、今よく分かりましたんで、またね今度内緒のところでお話を内緒のところで、まあ、ラジオの前で内緒のところでお話をってどういうことだってお話できないって言ったからさもう王子もそうしたらもうね頭の中がもうそれでずっと集中しちゃうからね、うん、もうその後の30分ぐらいね、お渡しできなくなっちゃうから、もうそればっかり頭がそれでいっちゃうからね、何があるんだろうと思って。地獄を見るわよ。埼玉の郷さんが完成してない感性ですねって。山中さん、王子がニヤニヤしながら喋ると、戦隊仮面王子じゃーって。そう。多分ね、多分ついてみる。戦隊がさ、また戦うじゃなくてさ、洗う体になってるわけよ。今日も多分ね、本当にね、にやけてるからね。うん。しかも埼玉の郷さん、もう滑りナイトバスでスケベナイトになってるよだからこれ何回も言いますけども、これもしかしたらこのね、センターでこう自分で洗うんじゃなくして洗っていただくって、そういう意味をこうね要してるのかなと思って、そこら辺が皆さん気になってるんじゃないかなと思うんですけど、いや誰でも分かると思いますよ、この文明見たら絶対あーそういうことね、これはもうやっぱりですね皆さん男性なんだなっていうのがよく分かりますんで、おだまりトングさんも変身って勘ぐっちゃう響きやんねってあ、それはもうそれはもう本当にそうですねそうですか、いやいやいや、じゃあ変身したいもん、うん、
おだまり。それはもうあのこれは皆さんそうでございますよ。ね、いろんな意味で体もね洗っていただいて綺麗になったならばですね、変身したいもん本当に。そこからあの何あれこれってみんなそうじゃない？うん。うん、そうあの だからですね、あのここからのそのね想像力が皆さんね、あのね働きすぎ、うん、あの王子のね考えてる息をね皆さん超えてるよ、うん、ね、あの王子ギリギリのところで止めてるんですけど、皆さんそれをね超えてますから。あなた煽ってるじゃないの。え、そういやだからこうツイキャス見ていただきたいもん本当にね。ね、あの王子が思う以上に言ってますから、さすがですね皆さん、いいね、あのやっぱり王子を超える、ね、感性を持っていらっしゃいますね。カープボーイさんがマスク前にエルボースマッシュって、うん、いい感じですね。エルボースマッシュもですね当たると痛いんだよね。痛いねそうなんですよ。じゃあ一旦ちょっと CM で、はい、ちょっと、はい、ちょっとクールダウンした方がいいですね。クールダウンしましょう。はい、はい、じゃあ一旦 CM です。はい、中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユイレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターアンドオブジェクトの実験的ミュージアム、ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。おやつと軽食の店夢屋。那覇市長田にあるおやつと軽食の店夢屋は、あなたの町のお菓子屋さん。お小遣いで買えるお菓子でいっぱい。沖縄大学から徒歩2分、詳しい場所は地図アプリで検索。リラクゼーションのゴミはお客様に合わせた施術をしています。疲れてるから癒されたい、腰が最近痛いといったことなど幅広くサポート。体験したことのない施術をお約束いたします。お問い合わせは名古屋市緑区リラクゼーションサロンのゴミで検索。リーグラッドはネットワークカメラシステム、トップシステムの開発製造販売をしています。お見積もりから設置運用までワンスポットサポート、安心のセキュリティをお約束いたします。お問い合わせは D グラッドで検索。 JTA は海運航空海外貿易コンサルタント業、海外引っ越し取引代行を行っています。物流を通じて世界各国と日本を橋渡し、お問い合わせは電話 052-653-2311 まで。はい、ちょっとメールをご紹介しますね。はい、はい、マンタキミナコさんからです。ありがとうございます。ダンサーさん、ミソさん、王子さん、こんばんは。はい、こんばんは。テーマですが、王子滑ってないよ、いつかまた電話で滑り対決しましょう。私の方が滑り具合は浅田真央もびっくりするぐらいですということです。そうでしょう、あのね、まあ、美奈子さんとね、こうね、あの会話する場合はですね、はい、あの決してね、あのね、私もですね、美奈子さんもね、滑ることは一切ございませんので、うん、トークでは滑ったことはございませんよ、うん、まあ、それをよくね、あの傷の舐め合いとかって言いますけども、あれ、うん、そういう場合もございますけども、決してそうではございませんので、あの、まあ、お互いにですね、まあ、サポートするような形でですね、うん、まあ、美奈子さんに私をこう介護していただいて、うん、ね、なんかやっぱりごめんね、どうもさ、王子が言うとなんかちょっと素直に聞けないんだな。何が、あの、その介護していただくってまた違う意味でのあれを想像しちゃってるわけ。それセクハラです。違いますね。はい、じゃあメールもう一つご紹介しますよ、はい、ご無沙汰してます、ジョージさんからです。ありがとうございます。
王子ダンサーさん、みそにこみすきさん、こんばんは。こんばんは。もう暑すぎてずっと夜はへばってました。ビールが止まらず、この暑さの中3キロ近く体重増し増しになっちゃいました。ところで今日は滑り対決とのこと、お互い寒すぎるギャグ飛ばしまくって大いに涼しくしてくださいということです。あのそう、あのね、沖縄大好きなね、あの決してこの、はい、ね、滑り対決っていうのはね違うもんね。まあ、対決はしてないですね、確かに。で、で皆様がですね、もうあのすでにこの番組始まる前からですね、こう滑り対決というふうにね、あの、おっしゃいまして、うん、決してね、オープニングからですね、今この時間帯までね、何一つ滑ってるようなこと言ってませんので。お黙り。そうだよね。もうお互いの番組のですねとかも得意なそのお話のことについてあのお伺いをしてるというね。お伺いですか。うん、そうだよね。あのお伺いはしてるんですけど、ただ王子の着地点がどうもなんかおかしいなっていうところがところどころあるんですけど。おかしい。あらそう。最終的になんかあの脱線してるけど、その脱線してる方向が一定に脱線してるから結果的になんか そこに寄っちゃうっていう、うん、だから最終的にはこう戻ってるでしょ、ちゃんとお話のね、あの戻ってるな、うん、あのこう戻ってはない、戻ってはない、戻ってはない、え、戻ってないの？戻ってはないんですよ、え、そうなの？戻ってはない、あ、そっからさ全然違うさあの話になってるんだったらね、あれかなと思うんだけど、でずっとこういうふうにちょっとこう寄り道はするんだけど、最後また戻っていくっていうね、うん、そこら辺にはあの持っていきたいなと思いながらね、あのお話してるんですけども、いやそれ心配なんですよね、なんかあ、これはもうなかなかね、あの王子のですね、このトークにですね皆さんがですね、なかなかあの気づいてきづらいっていうね、あの、よく皆様の今の言うね、脱線してるよっていうね、もうそれさえ分かってないからね、ダメじゃないですかそれはそれで、あ、あの思ってたんですけど、あの、うん、あの自分であの急な子あの、うん、あのアーカイブってチェックしたことありますか、あのご自身で。それはですね、あの王子はですねそこよく言うでしょ、うん、あのそこはですね、はい、あのその時その時です、あの全部あの完結してますので、完結しちゃった、もうあの王子の、ね、よく言うあの、コンセプトの中にはもう必ずね、入った話 ね、ねよく王子言うでしょ、この番組のね、コンセプトとして、ね、あのね、クラシカルでアカデミックな、こういう番組をね、お伝えしたいなと思いまして、王子いつもそれを、ね、心がけてお話してますので、もうこれはねもう間違いなくね、お伝えできてると思いますので、お黙り、うん、ただその言葉がもしわからない方はあのちょっとね、言ってくださいっていうね、うん、それはありますけども、じゃあもう一つご紹介しましょうか、うん、ゼニガタ警部さんからです。本日のテーマ、滑りナイト、滑り王子マスクマンさん、本日は久しぶりの滑りナイトデーですね。夜間の仕事のため放送時は拝聴できませんが、マスクマンさんが滑ってやらかしまくることを楽しみにしています。あとでFM ギノワのツイキャスにて拝聴しますということです。ほらもうゼニガタさんでもうこうやってね、ツイキャスで後で拝聴しますって言ってるの。だから警部がね、それのね、王子自分自身も全然聞かないのよ。だからもうそこのね、失礼じゃないですか。失礼そうよ。いやだから、いやもうそこはですね、ゼニガタ警部さんはこうお仕事がお忙しくて、で後でね王子の滑りないと楽しみ、ちゃんとのアーカイブに残してるんですよ。そうよ。あのね、多分これはね、あの、はい、これ多分一つね、あのこれ正直なんですよ、まだ今いろんな方にはねお話したことがございませんけども、うん、ただ、ね、後から聞き直すと、もう王子恥ずかしくてしょうがないっていう、多分それがあると思いますので、恥ずかしい、うん、恥ずかしくてしょうがないっていうね、これあの初めてお話しますけども、ちょっとそういうね、あの気持ちもございますのでね、うん、ちょっとしまっておきたいなっていうね、そこら辺の部分をですね、うん、っていうのもね、あのあるんだけどね、うん。あ、沖縄 T シャツパパヤさんが滑り込み登場ということでツイキャス参加してくださってます。よかったよ、ありがとうございます。これはね、介護とかけまして空手と解きます、うん、その心はいたわりが大事でしょう、生温かい目で見守りますということです。
いい感じだよね。こう生温かいとかそういう表現大好きだな、俺。そして、生温かい目に守ってさらに、パパヤさん大好きファイトって言ってね、大好きさん応援してますからね。ありがとうございます。あ、そういう意味なの。はい。おお、なんかね、この生温かい方がこう寄り添ってくれると特にいいっていう感じになっちゃうんだけど、うん、王子のことじゃなかったんだね。埼玉の郷さんがその、ま、戻らず迷子ってことはツイキャスアーカイブ聞かないから迷子になってるってことですよね、これきっと。あ、そういう意味だろうね。反省しようって、うん、でトングさんが道理で NHK っぽいのかってどういうことだどこでNHK ここではあ、でもこれすごいよね。ここであの王子が出てる、まああの教育番組と一緒じゃございませんかこれ。どこが、ね、NHK っぽいか、ね、これで、ね、報道とかさ、ね、教育もう全てにこう精通してますよ、この NHK さんの番組は。そこにあの王子が登場しているということと一緒でございますんで、ね、誰だって一緒にした。いや、もう皆さんそういうね、観念から見ていただけるとですね、もう王子本当に嬉しくなっちゃうからね。いいですか、うん、相手が違う、相手が全然違う、だから格が違うんだけど、でそこをね、同じような感じで、ね、こう聞いていただけるっていうのがね、なんか嬉しくなっちゃうじゃないですか。NHK に謝れ。え、なんで本当に本当よ。いやいやいや、で、あのカッポイさんがクラシックでもアカデミックでもないエロティックな話し相手が女性じゃなくてよかったぐらいやばい。あ、でもね、王子もですね、このねエルティックをねこう出すのはちょっとね、ちょっと品がないなと思いまして、パパヤさんがいいこと言ってます。グラシアスでパンデミックな滑り台と。あ、これちょっとやばいね。FM 全身さんが、うん、まあ教育番組ですね、笑ってる。これはですね、本当にですね、そういう部分も含めてね、あると思いますので、ね、その今日でもそれ本当にそうよ。そして高本さんから22時42分、はい、クラシカルでアカデミックな放送嘘をついてるので、シミュレーションイエローカード2枚目の警告で退場、レッドカードです、退場です。はい、ということで沖縄大好きさん、王子ちょっとしばらく退場ですので、沖縄大好きさんの告知をよろしくお願いします。はい、毎週土曜日深夜1時から30分の、収録番組をお送りしております沖縄大好きの大好きを叫ぼうですが、今週ですね、先ほどもお話ししたあの埼玉スーパーアリーナで開催された、アニメロサマーライブ2024スターゲイザーの、ライブ感想をですねお届けするんですが、もうすでに収録は終わりまして、今回ちょっとどうしてもライブ感想を言ってですね、ツイキャス配信をなしてそのまま収録はしたんですけど、アーカイブに載せられるように今ちょっと編集もしている途中なので、そうですね、ゲーム対応で県内に向けてもお届けできるしておりますので、ぜひよろしくお願いします。そしてぜひリアタイで聞けるよっていう方、リアルタイムで聞いていただけたらなと思います。今回ちょっとですね、オープニングとかすごくする BGM とかを今回アニ様で流れたものを中心に流しておりますので、ぜひぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ぜひですね、土曜深夜25時からですけど、ね、はい。25時です。はい。もしね、夜辛いようでしたら、FM ギノアのセカンドのアカウントにアーカイブ残ってると思いますので、そちらの方でお聞きいただければと思います。お願いします、はい、ということで今ですね、この隣の男のマイク切ってるんですけども切ってた、本当に切ってたんだ今切っちゃった、入れた方がいいですか、入れて、じゃあ入れますよ、はい、入れますか、もう一つメール紹介していいですか、はい、ヤンポーさんから、うん、こんばんは、今日は滑りナイトですよね、
王子を加工してみたけど女性化しても王子は王子です。やっぱり普段の行動が滑ってるから加工しても滑るはずや加工した王子の写真を添えてということで、はい、ちょっと写真見てますよ。元の写真ます。これはあの王子のねあのツイキャスでご覧の方は、はい、あでもちゃんとラジオ用に言葉で説明してよ。これはですねこの今王子持ってる方はこの、ね、これ元の写真放浪からねちょっと戻ってきた時のね、この写真かな、これは、これあの王子の番組の告知のね、はい、そうそう、あ昭和のテーマの時のそうそう、ポストを持った写真なんですけれども、これちょっとワイルドな感じでですね、うん、あのいろんなとこ、このねぐるぐる回って、戻ってきましたけども、はい、それをですねこうなんかこうこれ何 AI 加工っていうの、ああ今ね、うん、こういう女性化する加工みたいな、ね、なんかすごい嫌だな、綺麗な姉ちゃんになってるからびっくりしたもん。綺麗な姉ちゃんっていやいや本当に本当にびっくりしちゃったよ、うん、ね、パパヤさんがね、いや本当ヤンポーさんの加工写真全部見たけどみんな美女化してるのに王子だけレミタンって うん、でもねあの綺麗っぽいなと思って綺麗ではありますけど、ね、うん、ちょっと平野レミさんになってるってこと、あそういうことなのかな、うん、ね、であと今ですねあの沖縄大好きさんのねその番組のですね、まあ、その冒頭の話が出ましたけどもですね、はい、王子あれだよあの、はい、できることならですねあの歌いに行っちゃうよ、はい、何、うん、何、ね、ちょっと歌でも歌いに行こうかなと思って、うん、あのこれ、あのこれってねあのよく皆さんよくごめんね素直じゃなくてって歌あるじゃないですかセーラームーンですね、うん、ちょっとそれ歌いに行こうかなと思って、うん、でそれですか、うん、あのオープニングでですねでオープニング歌ったらあのさっさと帰ってくっていうそんなパターンも面白いのかなと思ってうん、そしたらちょっとねあの沖縄大好きさんの、コンセプトにマッチしたあの歌が歌えてよかったっていうそういうね、全然違う歌じゃないでしょあの、ちょっといいっすか、僕自身が進行しづらいんですけど、それはそれでえ、そうなのあ、まあ、そこに入っていくのも王子もね、すごいあの強心臓だと思いながらね、今お話をしましたけどもあの、言っちゃ失礼って分かってるで言うんですけどあの、もう初っ端から放送事故になっちゃうんですけど、大丈夫ですかこれえこれでも結構ねあの王子のねあのこう歌声もね聞いてみたいなっていう方がねいらっしゃいますので中にはですね、うん、ちょっとねあの今ふっと思ったんですね、うん、あの子そのオープニングでですね、うんうん、なんかセーラームーンだったら面白いのかなっていうね、うん、それもあの王子が歌ってたら、うん、あなたの大城バネさんが放送事故やらかしたのかもうやめなさいよそれあれもね良かれと思ってたらね、よかれよくない、ね、全然よくないよ怒られましたよね怒られました ね, ね, ねただね一応ですね、あそこのアルバムの中に入っている歌はね歌わさせていただきましたけども、番組上のねあのコンセプトに合ってなかったっていうね、うん、そういうことがございますので、うん、あのそれと今思ったんですけどこれ多分王子が歌ってもこれ多分著作権の関係でアーカイブ残らない可能性あるんですよ。多分無音になっちゃうんですよ絶対それはそれであそしたらあの歌詞も変えなきゃいけないですねだからアカペラなのアカペラなら OK、うんうんうん、アカペラでいきますよ、アカペラでいきますから大丈夫ですよ、うんね、ただもうそこでですね、皆さんがこの歌を歌ってしまう誰みたいなね、そういうふうに思われる方が、ね、いらっしゃると思うんですけども、ちゃんとですね、キー名古屋の滑り王子でございますというのはねあのアナウンサーさせていただきますので、はい、ちょっとねまだメールが実は来てたんですけれども、うんうん、ちょっとまた来週ねあのついくんちゃんのメール紹介させていただきたいと思います。 そうですね、そしてもう早くもエンディングなんですよ。もう、はい、エンディングです。早いあれゲームです。ゲームセンターでジャンプさせられた、ゲーム機の投資は車が買えるぐらいの金額などなど、ゲームに関するエピソードを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海協和、経営者様のお困りごと相談は
リテールクリエイト社会保険労務士法人。相続などでお困りごと相談は税理士法人ベスタックス。個人スポンサーさんです、グランレーナさん。名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓。アートワークウェブサイト FMJG。 お小遣いで買えるお菓子がいっぱい那覇市永田。おやつと軽食の店夢屋。太古式とオイルリンパトリートメントのリラクゼーションサロンなごみ。ネットワークカメラ録画システムのことなら D グラッド。貿易コンサルタント、海外取引代行は名古屋港区 JTA。 個人スポンサーさんです、真っ赤なメルセデスさん。こちらの提供でお送りいたしました。はい、今週も聞くださいありがとうございます。ありがとうございました。あのね、当時ね、あの久しぶりにね、ちょっといい感じでね、体の疲れをね感じてますよ。ということはですね、沖縄大好きさんとね、とってもいい話ができたと思いますよ。できたと思います。なんかね、楽しんでもらえてね、良かったと思います。どうでした今日、あの王子とのこの、こう絡みのトークっていうのは。いやもう改めて王子の一人相撲と王子のその脱線しているところが一定にちゃんと着地してて、そこで迷子になってるのが面白かったですもん。うん、でもね、いい言葉だね。一人相撲っていうのはね、これね、本当に一番最初から始まったことでございますけども、大体王子のこうね、一人相撲一人脱線、はい、ということでですね、もう終わりなの。はい、終わりです。ありがとうございました。来週も聞いてね。閉店。グロングロー。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございます。よかったね、久しぶりにですね、こう滑りナイトをやったんですけど、今日も王子本当に会長だったね、今日もトークがね。で、沖縄大輔さんもものすごくね、いいね、返しをしていただいてですね、今日本当にね、いい体の疲れを感じましたね、久しぶりに。うん、フィットネスクラブ行ったのと一緒ぐらい。うん、なんかすがすがしいもの。あ、それそれ良かったです本当に。うん、ありがとうございました。うん、それぐらいね、今日はね、まあいつもなんですけども、いいね、トークがねできて、とっても王子はね、良かったですよ本当に。はい、うん、ということで、はい、ありがとうございました。はい、沖縄崎さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあまた来週もお楽しみに。さよなら。